ねえ香織、放課後時間ある？陸上部には戻んないよ。何度も言ってんじゃん。そう言わないで、走らなくてもいいからさ。走らないのに行ってどうすんの？リカは私にタイム測ったり、ドリンク作りだけさせる気？そういうわけじゃ。はあ、もうパスパス。行っても邪魔なだけだって。それに今他にやりたいことあんの？やりたいこと？そうなの？それって何？ゲーム。またスマホ？香里そればっかじゃん。もういいじゃん、私のことなんだからほっといてよ。なんだか喧嘩してるみたい。あの二人はいつもあんな感じだよ。リカチンは香里に陸上部に戻ってほしいんだね。リカチン？カオリン？吉村リカちゃんと三井香織ちゃん、二人とも同じ中学の陸上部出身なの。でも香織ちゃんは高校では陸上部に入ってないみたい。ねえ、香織は私よりも早いのにどうして辞めちゃったの？もったいないよ。早いって言ってもたかが知れてるじゃん。頑張ったってインターハイに出られるとも思えないし、私の中で陸上は終わってんの。でもインターハイが結果だけが全てじゃないでしょ。他にも大切なことがあるはずだよ。みんなでバトンをつないでいく感動とか、そういうのだって。それはリカ、あんたの考え方だって。それはそうかもだけど、でも、あ、ほら、ミキ先輩もきっと会いたがってるよ。それは会いたいでしょ、ミキ先輩。うん、まあ、私たちが陸上を始めたきっかけだもんね。最近また100メートルの記録を更新したんだよ。だからよかったら香織も応援に。ごめん、やっぱパス。え、先輩が頑張ってるならそれでいいよ。また何かあったら話聞かせてよね。じゃあね。香織、ちょっと。二人とも先輩に憧れて陸上を始めたんだ。私も誰かに憧れてる時期があったな。ひなちゃん、リカチンが気になるの？あ、うん、元気ないみたいだから。香織ちゃんのこと考えてるのかな。どうなんだろう。でもすごく深刻そう。気になるなら話しかけてみたら？うん、それもそうだね。吉村さん。え、あ、白井さん。あ、ひな子でいいよ。あ、そうなんだ。うん、じゃあ私も理科でいいよ。そう、わかった。理科。何？その、どうしたのかなって。元気ないみたいだったから。うん、理科、誰にも言わないって約束してくれる？もちろん。絶対秘密だからね。実は陸上部の部室で隠しカメラが見つかったんだ。
それって盗撮だよね。うん、まだ犯人は捕まってなくてすごく不安で、それに事件のせいでみんな練習に身が入らないの。部の雰囲気も暗いっていうか。そうなんだ。盗撮か、それは許せないよね。よし、ひなちゃん、ゆずたちで犯人を捕まえようよ。え？だって放っておけないでしょ。助けてくれるの？そうだよ、ライムたちに任せてね、ひなちゃん。うん、やってみるよ。みんなありがとう。それじゃあリカ、その時の詳しい状況教えてくれる？もちろん。カメラが見つかったのは昨日の放課後なんだけど。うまくいけばフラグメントを手に入れられるかも。どういうこと？盗撮をするような人がまともな精神状況だとは思えない。それにされた方だって相当ショック。そういった感情が強く揺れ動くときは暴走する人が現れやすいの。え？じゃあ犯人捜しを引き受けたのって？それはもちろんリカチンのことが心配だったからだよ。あくまで目的はリカチンを助けることで、ついでにフラグメントも手に入ればって話。利用するみたいでちょっと罪悪感もあるんだけど。ユズは気にしすぎ。お互い得するなら何も悪いことはないでしょ。ユズがよく言ってるウィンウィンってやつだよ。そうなのかな。ウィンウィンってそういうことなのかな。だけど犯人を探すって言ってもリカちゃんからの情報だけじゃ何もわからないね。もう少し手がかりが欲しいね。聞き込みをしよう。そうだね。こういう生徒の噂を知ってそうなのは。
その件ならもう犯人捕まったよ。え？嘘。マジもマジ、大マジだって。犯人は2年の長戸美希って先輩、陸上部員で次期部長だって言われてた人だよ。同じ陸上部の人だったんだ。人間、裏では何を考えてるか分かったものじゃないね。努力家でインターハイも夢じゃないって言われてたのに、なんでだろうね。そうなんだ。今回はハズレみたいだね。誰も暴走しなかったみたいだし。もうライムは、犯人は無事に捕まったんだからいいじゃん。別にフラグメントが手に入らないならライムには関係ない。でもこれ記事にもしにくいんだよね。こういう事件ってゴシップ寄りじゃん。ああいう下世話な感じの煽りって考えるの好きじゃないし。あれ、でもどうしたの白井ちゃん。ううん、なんでもない。なんだろう、何か引っかかるような。リカチンに報告に行こうよ。そうだね。あ、いた。リカと三井さん。なんだか様子がおかしいね。嘘、ミキ先輩が犯人なわけない。私だってまだ信じられないって。でも実際そうなんだから仕方ないじゃん。二人とも犯人のこともう知ってるみたいだね。それにしてもどうしてあんなに怒ってるんだろう。あ、会いたいでしょ、ミキ先輩。うん、まあ。私たちが陸上を始めたきっかけだもんね。最近また100メートルの記録を更新したんだよ。アコから聞いた犯人の名前、リカたちの憧れの先輩だった。ひなちゃん？ていうか、こんな時までゲームしないでよ。香りは悲しくないの？香り！悲しいに決まってんじゃん。先輩のことすげえ尊敬してたし、目標にもしてた。それが裏切られたっていうか、話聞いた時マジで幻滅したし。だったら何だっての。だからってどうもできないでしょ。そんな風に怒鳴ったらどうにかなるわけ。先輩が犯人だったって事実がなくなるわけじゃないじゃん。それはひなちゃん、喧嘩を止めないとだよね。二人とも落ち着いて。誰？ひなこちゃん。先輩のことショックなのはわかる。でもだからって二人が喧嘩するのは違うと思う。何が違うっていうのさ。あんたは関係ないんだから放っておいてくれない？そうだよひなこちゃん、悪いけどこれは私たちの問題なの。先輩に憧れて
陸上部に入って今日まで頑張ってきたのに。暴走が。許せない。私ら裏切られたんだよ。こっちも。まさか二人同時だなんて。まずいね、これは。順番に入るしかない。それしかなさそうね。でも顧問はみんなで共有している集合的無意識の世界。同じ感情が暴走しているのなら二人のフラグメントも近い距離にあるかも。わかった、行こう。二人とも絶対に助けてみせる。今回は悲しみのゾーンみたいだね。ここまで伝わってくる。胸が張り裂けそうなくらい悲しい気持ち。早く見つけないと。行こう、ひなちゃん。うん。いつも通り落ち着いて頑張っていこう。ストーム大事。次はどうしよう。決める。どうしよう。ファームベア。早く次に行こう。相手にならなかったね。
グメントがいくつもある。それに魔物がたくさん。多分盗撮されてショックだった。他の陸上部員たちのだと思う。それに魔物が引き寄せられてるんだね。まず魔物を倒してみんなを助けないと。わかった、二人とも行くよ。今のうちに固定化して。これ全部？ううん、さすがに面識がない人のフラグメントの固定化は難しいと思う。その人がどんな人かわからないと、どうしてそんな感情を持ったのか理解できないからね。だから今回はリカちゃんとカオリちゃんのものを探してほしいの。でも一体どれが。このフラグメントだと思う。なんとなくだけど、そんな気がする。どうして、どうしてミキ先輩はあんなこと。私たち本当に憧れてたのに。ひどいよ。なんで先輩は私たちの目標だったのに。本当、裏切られた気分だよ。二人にとって先輩は陸上を始めたきっかけなんだよね。私もまだうまく踊れなかった頃、同じバレエ教室の先輩たちがすごく大きく感じられた。でも先輩たちの人となりを知っていくと、意地悪な人もいたりして、バレエは上手いのにひどい人だなって思った。勝手に期待して、勝手に幻を作り上げて、勝手に裏切られただけ。でもやっぱり悲しいよね。血がわーってなっちゃって、頭の中がごちゃごちゃっていうか、わけわかんなくなっちゃった。この指輪をつけてみて、落ち着くと思うよ。何それ、パワーストーンかなんか。気休めでもいいじゃん。ほらほら、いいからつけてみてって。ありがとう。まあいいけどさ、なんか疲れちゃった。ひな子でいいかな。さっきは八つ当たりしちゃったね。え、あ、うん三井さん。あたしのことも香りでいいよ。あんま堅苦しいのは苦手だしさ。あ、うん、わかった。香り。うん。それよりさ、なんだかごめんね、本当に。あんたたちのこと巻き込んじゃって。勝手にあたしらが憧れてさ。
勝手に幻滅したってだけの話なんだよね。別に先輩だってそう思われたかったわけじゃないだろうし、先輩も勝手に期待されることに疲れちゃったのかもね。先輩も本当は結果なんて求めてなくて、ただ陸上が好きなだけだったのかも。それがいつの間にか純粋に楽しめなくなったりして苦しかったのかな。うん、そうだね。ま、結果のない頑張りなんて私には理解できないけど。香織、その陸上をもう一回頑張ってインターハイとか目指したりはしない？また一緒にバトンをつなぐことできないかな。それはもうやらないって何度も言ったじゃん。でもやっぱり私は香織と一緒に走るのが楽しかったから。ごめん。フラグメントを手に入れても問題が解決するわけじゃないか。それじゃ私もう行くわ。リカ、その…大丈夫だよ、ひなこちゃん。先輩も陸上も私たちをつなぐものはなくなっちゃったけど、それでも私たち友達だから、これからもずっと仲良しだよ。いつかバトンを受け取ってくれる日が来るかもって信じてる。そうに決まってる。そっか、うん、そうだよね。